ボンジョルノダフィレンツェ、フィレンツェ発言実はイージーフィレンツェの智子です。11月といえば新しいエキストラバージンオリーブオイルの季節ということで、今日はサントスピリト広場で、オリーブオイル市というのが開催されておりますのでやってきました。何が売ってるか見に行きましょう。アンディアーモン、一応オリーブオイル市ですけど、いろんなものもね、他の屋台も出ています。川屋さんですね、陶器、そして自然派石鹸ですね。位置が立つと大体自然派石鹸売ってますね。 100g4 ユーロということですね。エッセンシャルオイルのお店、サントスピリト広場に面してバールやレストランもたくさんありますので、この辺りで一休みするのもいいですね。オリーブオイルの商品も出ています。こちらはアピカ、蜂蜜ですね。サントスピリト広場って市がしょっちゅう開催されているんですが、ここに出展される食料関係の屋台は、まあ、大体オーガニック、美容商品です。小麦粉に肝心なオリーブオイルがありませんねここのね、お皿すっごい可愛い、いつも出てる。大体ね、月1ペースぐらいで、市が開催されるんですけれども、いつもね、出店されているお店もあるんです。このお店も結構出てはりますね。すごく可愛らしい自然派石鹸のお店です。オリーブの木の商品ですね。タコのような、なんでしょうね、タコですよね、きっとね。のきれの焼き栗ですね。エリクリショ、perché stamani per scegliere l'ora, ragazze, a che ora? Io sono per dirvi. Dai che essendo di vicino ようやくオリーブオイルが売られていますよ。2022年のが今年のになりますね。サルタポッチョ、
ない、カリチナーレ。オリーブがここも売ってますね。スーパーテスト、キアンティクラシコ。Grazie, ma mi sa che forse appena non c'è il fondo del padre forse torniamo. Grazie. No. Quella dove si vede? Poi questa porta quello che ci abbiamo. Lui sorride. Lui sorride. Sì, sì. E va, va. Sì, che devo fare questa storia a Instagram, se no. Devi fare storie, sì, però. サントスピリト広場ではこのような市が結構頻繁に行われていますので、機会があればぜひ訪れてみてください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。またフィレンツェでお会いしましょう。アンラプロッシマ。